はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、デラックス勝どきロックシードです。はい、これはガイムが勝どきアームズに変身するためのパワーアップアイテムですね。しかも DJ サガラが作った謎のロックシードです。裏側はこうなってます。別売りのひなわ大大 DJ 銃にも装着できるようですね。では早速レビューします。はい、中身はデラックス勝どきロックシード本体のみです。いや、今回のロックシードはとにかく派手ですね。前も後ろも錠前部分も全てクリアパーツが使われてます。正面のフルーツ部分もオレンジなんですけど、今までのオレンジと違ってかなり機械的ですね。そしてナンバーは KLS01、 これは勝どきロックシード01ですかね。0203があるんでしょうか。そしてダイナミックに左右非対称ですから、ボリューム感もありますね。エナジー系に比べても今回の勝どきは結構大きいです。横の部分には穴があってさらに稼働するんですけど、これは今後発売される別のアイテムと連動するためのパーツのようです。では電源オン。起動音も今までとは全く違いますね。スクラッチの音とおーっていう声が入ってます。ではロック解除。DJ サガラが作ったのでノリのいい音声ですね。前のパーツを開けるとオレンジの断面とひなわ大大 DJ 銃が描かれてますね。ちなみに普通のオレンジはこんな感じだったので、ガイムのロックシードもかなり変化しましたね。この状態でロックを外すと、ちゃんとフルーツ部分が光ります。では次はボタンを押して音声確認します。音声は4種類です。まずは1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、今までのインベスゲームとかエナジー系の音声とも全く違いますね。ただ2つ目のライダー戦国時代はフレッシュオレンジと同じ音声ですね。では戦国ドライバーを使って勝どきアームズに変身します。変身。はい、変身しましたね。いざ出陣。エイエイオーだそうです。やっぱり今までの音声より迫力がありますね。一回切ります。二回切ります。三回切ります。必殺攻撃音は結構長めで戦っぽい音声が入ってますね。では変身解除。次は無双セイバーにセット。ちゃんと連動してさらに勝どきチャージオーっていう音声が入ってました。さらにトリガーを引くと勝どきパワーも入ってますね。今回は2つ変えましたから、ギネシスコアに勝どきをはめてパネルをオープン、そして戦国ドライバーにセット。ジンバー音声は鳴るんでしょうか。いきます。さすがにジンバーの音声は出なかったんですけど、少しずれてなりましたね。
はい、ということでデラックス勝ち時ロックシードを紹介しました。パワーアップアイテムにふさわしく、ロックシードのデザイン自体もかなり派手でしたし、変身音声もなかなか迫力がありました。テレビでも変身後はすごく強くてかっこよかったですね。しかもさらに別のアイテムも合体するっぽいので、これも楽しみです。以上、デラックス勝ち時ロックシードの紹介でした。